皆さんこんにちは。いつも以上に髪型が決まってるアスカです。すごいですね。はい、今日はですね、一人絵しりとりをしたいと思います。イエーイ。かっこ友達がいないんで絵しりとり、皆さんわかりますか？絵でしりとりしていくって感じです。それでは早速やっていきます。はい、この画用紙いっぱいに、てかスケッチブックいっぱいに今日は描いていきたいと思います。最初の文字は、私本名が吉村明日香っていうんですけど、吉村明日香の、じゃあ書から参りましょう。書か、じゃあ書きたいと思います。じゃああれをしようか。やっぱできました。はい、まず吉村明日香の書から始まったしりとりはこちらです。じゃん。これ結構うまくできたんですけどね、答えは最後に言います。じゃあ1番目のお題から2番目、用意スタート。これはもう夏限定のこれしかないでしょう。あ、模様が逆になっちゃった。書いた、できました。じゃあ続いて2番目の絵しりとりはこちらです。じゃん。これはわかるでしょ、なんか模様間違っちゃったけどあ、やべえ、また同じ文字になっちゃったはい、じゃあ3番目の絵しりとりに行きましょう。一人でやると虚しいですね。じゃあ3番目の絵しりとり、用意スタート。これいいでしょう。はい、書き終わりました。いつかあれですね、5秒間で描ける絵っていう企画を、5秒で絵を描いてみたっていう企画を私いつかやろうと思います。じゃあ次、3番目の絵しりとりはこちら。じゃん。今のところいい調子ですよ。はいはい、じゃあ4番目いきます。よーい、スタートって今に書いてた。4番目に書いているやつは高級なやつですね。はい、できました。はい、4番目がこちら。美味しいですよね、めったに食べれない。はい、じゃあ次5番目。はい、じゃあ5番目に行きましょう。うわー、自分の思うがままに書いていいんです。はい、できました。5番目の絵しりとりはこちら。強烈。じゃあ6番目。はい、じゃあ6番目書きます。6番目書きました。はい、次7番目。はい、7番目、8番目、9番目で運がついちゃいました。あら、いっぱいにならなかった。はい、じゃあ私が描いた9個の絵の答え合わせです。はい、1番目は吉村明日香の「か」から始まったんで、これはカラスです。なかなかうまくないですか。はい、で2番目がスイカです。スイカの模様逆ですよね、間違えました。はい、3番目が貝で、これうまい。4番目がイクラの寿司で、ほら特にここが答えを表してます。で5番目が鹿で、ちょっとここからやばい。6番目がカモメ、飛んでるところです、夕焼けを。はい、7番目が目で、8番目がメジャーの矢で、夜間となってしまいました。あっさり終わっちゃいました。